太鼓ユニット我が竜は、広島県府中市、福山市で結成されたプロの和太鼓とドラムを中心としたユニット、2005年に結成された。ドラムと和太鼓を中心に、様々なアーティストと融合することにより、様々な表現を行っている。地元の伝統芸能や伝説を題材として、作曲された曲もあり、地域に根差した活動を行っている。一方で、 海外公演も行うなど、日本の太鼓文化の発信と普及にも力を入れている。太鼓は、直径 30cm から最大 160cm の太鼓が使用され年間70公演、2013年実績をこなす。地元の自然と文化から着想した曲を、ドラムと和太鼓を融合させて表現する曲が主と演奏される。代表は、竹内隆 竹内は高校3年生の時に友人から勧められるままに福山市の社会人グループに加わりは大工を始めた。広島市内の大学に進学後も団体を変えて活動は継続した。20代の頃には島根県浜田市引見町を拠点とする今福座のもとに3年間ほど毎週通い大工の技術を高めた。2005年2月、かずつづみちとして ソロ活動を行っていた、竹内隆とドラマーの甲本俊介が、小道市内のライブハウスで偶然出会う。お互いの演奏スタイルに共鳴し一度の練習で、演曲、躍進、躍進、マイナスを完成させ太鼓ユニット我が竜、我流マイナスを結成した。我が竜という名称は、自分たち龍という意味と、竜のように登る勢いを、という思いを込めて名付けられた。 広島県府中市もロケ町に事務所を構える。2005年の高知よさこい祭りに参加し金賞を受賞した。2006年の高知よさこい祭りでも優秀賞を受賞した。2007年、高市の弟で数ずみうちの竹内祐樹をメンバーに加えた。同年ファーストアルバム、ガリューを発売、その音源はラスベガス展示会でも使用された。この年広島で行われる、 中国地方最大規模の野外イベント、セストック07にも出演した。2008年、全国ライブツアーを開始。また4月21日の山陽自動車道福山、サービスエリアのリニューアルオープンイベントにも出演している。2009年、府中市文化センター大ホールで、我が竜コンセール2009を開催。9月18日には、広島市のアステールプラザでもコンサートを開いた。 2010年 DVD 我が竜コンセール2009を発売、上海万博アジアステージ、埼玉スーパーアリーナスワンド、ライブにおける公演や、熊谷ドームは太鼓日本一決定戦にゲスト出演した。2011年9月18日には、広島アステールプラザ大ホールで我が竜コンセール2011を行った。2012年3月3日、 RCC 中国放送主催の東北復興イベント RCC 版、プロジェクト太鼓で小町から響け東北再生太鼓へ津軽ジャミセンと和太鼓仙来の和太鼓奏者4人による宮城のアンサンブルカルテット族やからと共に出演した4月22日にはに ND アルバム和が流イズムを発売広島港公園で10月に開催された 和太鼓フェスティバルでは竹内が実行委員長を任せられた。2012年4月から2013年6月まで全国32カ所のライブハウスなどを回った我が竜イズムツアーを実施。2013年我が竜イズムツアーの最後は府中市文化センターで公演が行われ1500人が観客が集まった。台湾のザウォールにて公演、台湾のバンドアントリアンと初共演。 2014年ふるさと祭り東京出演、関西コレクション出演、シンガポールツアー2015年我が流10周年アリーナ、2デーズコンサート、フランスツアー2016年我が流ファーストシングル CD、アマチショー、リミックスマイナス7月27日全国のツタヤから、発売、全国ツタヤランキングインディーズチャート3位我が流、DVD、我が流。 アリーナコンサート8月24日全国のツタヤから発売全国ツタヤランキング DV ティーチャー11位2017年日韓交流お祭りインソールに出演2018年4月8日開催のフェス五夜祭に出演サードアルバム CD アウェイクン覚醒マイナス4月18日全国発売2019年1月9日放送の広島満点ママ で、森本健太が、太鼓ユニット我が竜と、海外ライブを含めた広島と世界をつなぐ、コラボ活動を行っていくことを発表。2019年12月フォースアルバム CD、ヒーローズリリース。また、テレビ新広島、広島満点ママ。の生中継コーナー、どこいるライブに、竹内兄弟の父が、ヒーローズのジャケットの T シャツを着て出演しゴン、棒畑にて、 日場リナーアナウンサーと共に、地元のお祭り、ゴン、某祭りを告知した。アマチショーリミックスツタヤ我が流ペシドラム、ピーターマルコ我が流、我流我が流イズム DVD 付き2枚組アウェー君、覚醒ヒーローズ我が流コンセール2009、我流イズムツアーフィナールコンセール我が流10周年アリーナコンサートツタヤ、我が流。ありがとうございます。